はい、こんにちは、ゆきじきゅうです。去年ご紹介されてもこちらアップルジャックですね、ウベローゼンベルさんの作品になっておりまして、彼ね重量級のですねワーカープレスメントとですねパズル系のゲームってね主にね2系統を出してますけども、今回のところはですねパズル系なんですね。リンゴ農園を作っていきましょうというテーマになってるんですけども、そんなに重たくなくて、しかし考えどころがあるなんてね、まあちょうどいい作品になっておりました。というわけでね、今回ねこちらねアップルジャックねご紹介していきたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、ではですね、早速ね、アップルジャックで見ていこうというふうに思います。これですね、基本的にこっちの方ですね、ここの方がですね、まあどういうですね、リンゴの畑を手に入れるかっていうのがあって、2人と3人の面と4人と1人の面っていうのは、それだけね、ちょっと違うんですけども、これね、プレイ人数によって使う面を選んでくださいよと、まあこういうのがまずあります。その後に各プレイヤー別ね、ここに自分のね、果樹園を作っていくわけですけども、これも A 面と B 面があるので、ルールがね、少し違いますんで、この辺マニュアルをご覧ください。で、こちらのところにですね、自分のところの果樹園を作っていくわけですけども、ここからまず取るために、私これ自分で100均で袋用意しましたけども、こんな袋の中からそれぞれですねくぼみがねあるところに対してですね、まあ2個ずつ、その時ちょっと違うんですけども、まあ2個、基本2個ずつこんな風にタイルをねランダムで、100均の袋がなんかあった方がいいと思います、置いてもらって、ここのスタートのところですね、ここに中でサイコロが必要なんですけども、1の目を置いてもらって、これ大体準備完了なんですね。あとはこちらね、これ蜂蜜なんですけども、これを所定の量各自受け取ったらスタート準備完了ということになってますね。これ、ね、いくら受け取るか、プレイ人数とかね、手番順で若干違いますんで、その辺マニュアルご覧ください。で、どうやってプレイしていくかゲームかっていうと、こちらね、このマニュアルのここの早見表の時にすごい分かりやすく書いてるんですけども、各プレイヤーの手番が来ると、このダイスですね、ダイスがあるところの左右ですね、この左右のどこからか、これかこれかこれかこれですね、この場合だったらね、のやつから1枚好きなものを取ると。こうするんですね。で、好きなものを取って終わったら、こちらの、こっちの面ですね、これに後々ね、計算できる方ですけど、こっちの面にするかこっちの面にするかを考えて、こっちの面にするんだったら蜂蜜を2個受け取ることができるし、こっちの面にするんだったら必ずここに数字がね何個書いてあるか分かんないんですけどね、これね何個書いてるか分かんないんだけども、その数字分の蜂蜜を支払うことによってで、どっちの面を使うか決めるんですね。なんで羊の面を使うって決めるんだったら2蜂蜜もらえるし、このリンゴやなんかが書いてる果物の面を使いたかったら書いてる数字の分の蜂蜜を払ってくる。だから払えないとね、もう絶対羊にするしかないわけなんですね。で、こいつを決めると、どっちの面かね、どっちの面か決めたら自分のところに置くと。まんまこんだけなんですね。これ全然どこに置いてもですね、何の制限もない。決まっているのはすでに置いてるところには置けない。外には置けない。こんだけなんですね。で、これが終わると自分の手番は基本的に終了。よし、このダイスは次のところにピュッてこう移動して、次のプレイヤーさんどうぞと、こうだけなんですね。そうすると次のプレイヤーがいずれかのをまた受け取り、そのプレイヤーが蜂蜜を払うか羊の面にして蜂蜜を受け取り、また終わるとピュッとこう次の番に来るので、じゃあ私の番ですねって言って、じゃあこれを引き取ります。引き取ると数字がここに4って書いてるので、また4蜂蜜分、なんかエラーもらってますね、4蜂蜜分支払い、受け取る、そして置くと、これ繰り返していくんですね。で、ポイントになるところがいくつかありまして、まず一つここですね、ここのところのですね、自分のこの蜂蜜のところにあるこのマークの数字ですね、数字と数字がワンペアでどっか重なったという状態ですね。この状態になると書いてる数字分もらえるんですね。つまりこういうあっちこっち数字があるやつはいろんなところとつながりやすいんで有利ですよね。ただし2つの数字が異なる7と3とかね、10と1とかなってしまうと小さい方の数字分しかくれないというところがまあミソなんですけども、まあ、これがもらえますよと、これ一つですね。で、じゃあこのたくさんあるフルーツ一体いつ決算がかかんねんと、まあ、こういうことなんですけども、これが次こっち行ってここからかかってくるんですね。ここからどんどんフルーツのアイコンが書かれていって、このプレイヤーが終わって次に来た時にここに書かれている果物が自分のところに何個ありますか、この場合だったらこれなんですけどね、何個ありますか、それが何チェーンしてますかっていうことを示すんですね。例えばこのようになっているという時だと、1個2個3個4個4タイル分固まっているということなので、4蜂蜜引く今のサイコロ目なんで、3蜂蜜を受け取ることができるんですね。2ブロックに分かれたりすると、2蜂蜜、ここ2蜂蜜引く1で、ここも1、2蜂蜜引く1で1、つまり合計に受け取れるんですね。所定のフルーツの自分のところにあるタイルが何個あるか、そして何個連続してるかによってブロック
区分けをし、ここで2つある、しかし低い位置だ、ここで2つある、しかし低い位置だってしたり、例えばこうなっていれば、ここ3個あるので3個引く1だからここは2、1引く1だからこれは0、やっぱり合計2だと、こんな風な決算が行われるんですね。すると次の手番がまた終わると、次青リンゴっぽいものが来て、うち青リンゴっぽいものはないから0ですよと、こうなんですね。なんでしばし最初何も決算がないところが続くと、あとはもう次々と、ここだから2個ありますかね、これやって、これ次々と決算が始まると、こういう仕掛けなんですね。でこんな風に進んでいくと、だんだんこのようになくなってきます。なくなってきたら、自分が移動した後にここの選択肢が1個しかないという状況になると、新しいやつが全体に1枚ずつ供給されると、こういう仕掛け、なんか雰囲気とか黙っていくわけですよね。こういう仕掛けになってるんですね。なんでもう分かりですよね。ここに来た時に、じゃあ私これをもらいます、11払いますなんて言って、自分の手元のどこかに置き、置いたことによって所定の蜂蜜が数字が重なっていれば帰ってき、その後移動したらすぐ決算があるので、ここに 1,2,3 これですからね、1,2,3 だから 3-1 で2蜂蜜またもらえ、赤リンゴはありませんから0です、さあどうぞと、こういうわけですね。また隣のプレイヤーがやる、やって終わったらまた移動するので、今度はピンクっぽいフルーツはうちは2個なんで 2-1 だから1もらいますよというのをどんどん繰り返していって、でこの蜂蜜をいかに多く増やすことができますかというゲームなんですね。でこれずっと実はぐるぐるぐるっと回っていくと、一周終わる時にこの花びらアイコンっていうのがまああるわけなんですけどね、これちっちゃいんですけど、ね、ちょっとね、この花びらアイコンね、この花びらアイコンを単純に何個持ってますかっていうのがですね、まずもらえるシーンが来、2周目からは大豆の芽が2になるんですね。もうお分かりですよね、たくさんくっついてないともらえないんですね、引く2になりますからね、っていうのがぐる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 っとまた来、3になって、もちろんね、さっきの花びらもやりますよ、3になってぐる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 っていうと、ここでおしまいというシーンが来るんですね。なので1周2周半来るとゲームが終了し、最終的な得点決算が行われゲーム終了と。最終的な得点決算というのは何かというと、こちらにあります通り、すべてのフルーツの決算をもう一回やるんですね。もう一回全部最後にやり直して、一定以上の点数が取れる種類がいくら持っていますか、花びらの得点が最後もらえますよっていうのをやって、この蜂蜜が一番多いプレイヤー勝ちと、こうなってました。比較的分かりやすいですね、このベローゼンベルクさんのパズルの方やと思います。なぜならどこ置いたっていいんですね。で本当に置ける蜂蜜がなかったら裏面にしてピッて置いておくと2蜂蜜もらえるので、まあ、絶対止まることはないんですね。ただこれもあと何の計算にもならないですね。もう絶対繋がらないし、あと絶対数字のコンボにもならないので、なるべくどっかには繋げておきたいというのは、まあ、もちろんありますよね。でかつこれ必ずその数字のところは1回は払っているので、2回以上くっつけないとそのタイル単体には黒字になっていかないんですよね。だけど他のタイルでも払ってるのっていうのがあるので、タイルをくっつけることによってなかなか序盤儲かってはいかないんですね。それぞれ払っていってますからね。なんだけどだん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 仕込んだのがうまく効いてくると、はいもらって、はいもらって、はいもらってとかなってくるっていうのが、お金がだん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 楽になってくる。そしてだん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 こうつながってくるんだけど、全部が全部やるのはちょっとできないよとかね、あれが取られたとかね、いうのはまあよくあるわけですよね。なんでこのローゼンベルクさんらしい、この移動してきた時に取ってする、取られた決算がかかる、次行く、じゃあタイルの選択肢がないくなっているので、じゃあそこは補充をしてもらって次行くと、こうなってましたので、悩む要素のところがめちゃくちゃ重いわけじゃない、程よいぐらいの中量級ぐらいのパズルゲームで、常に自分にできることはここのサイコロがあるところの左右にあるやつから1個こうもらい、ただで羊にして2蜂蜜もらうか、書いてる数字の分を支払って手元のところに自由に置く、数字同士が重なることができたら低い方の数字分蜂蜜をもらう、その後移動して決算のところを通ればそこの分の連続分だけまた蜂蜜をもらう、ただしサイコロの目分は減額しますよと、こうなってるだけなので、かなり見通しの良いタイプではないかなというふうに思います。でソロモードでやってみたんですけど、ソロモードの場合だと結構変わっていてですね、こっちの方の裏面になるんですね。ソロモードでやる場合だとそれぞれ1枚ずつしかないんですね、まあ、だいたいこんな感じになっていて、一人でぐるってやるのでなかなかね、こう都合がいいやつ出てこない時あるんですよね。なんでもうこれ自分で頑張っていくしかないので、ソロの時は結構うまく回らん時は
他人数でやってると誰かがこう抜いてくれて、まあ、良くないこともありますけども、なんとなく変わって全然違うところがなくなったおかげでガバガバッと補充されていいとこ取れるなんてやるんですけど、これ基本自分だけですからね、当たり前ですけどね。ソロだと自分で戦わなくてはいけないし、ソロ割には選択肢がそんなに多くないので、割とこれね払えなくて借金したりうまく繋がらなかったりっていうのがあるので、ソロはソロで結構辛いが、プレイ感は他人数の時はちょっと違うなという感じがするような仕上がりになっていました。なんでこちらの方はね、ソロを好きな方、もちろん他人数を好きな方っていうのは両方プレイしてみて、この味わいっていうのをね、味わい比べてみるのがねよろしいんじゃないかななんていうふうに思います。 The Game Gallery。はい、というわけでね、こちらですね、アップルジャックをご紹介いたしました。まあ、ローズエンベルさんのねパズル系の作品たくさんあるわけですけども、こちらの場合やっぱりイメージしやすいんですね。リンゴのとこですからね、まあたくさんいろんなリンゴをね揃えてきたりして、そこのところですね種類をね揃えてねつなげていけばいいんだなっていうことをねメインの主眼にしていって、その時々で払えるもの、その時々で手に入れられるっていうのをねこ う, うまく合致して、すごい高いね蜂蜜払うとあれそのまま勝利点ですからね、どのぐらい返ってくるのかっても考えないといけませんけども、そのあたりのところをマーク調整しながら置いていく。ただし配置ルールゆるゆるですからね、完全にどこに置いてもいいっていうことになってるので、あんまりパズル系が得意な私の方でもサクサクプレイできるっていう感じで、割といろんな人にもねプレイしやすくなってるゲームなんじゃないかなというふうに思いますね。で、気になる点ね途中にもありましたけど2つほどご紹介しておきましょう。1つこちらですね、やっぱりこの手のタイプね、後から補充するときにランダムでねこうどこかから引けってなってるんですけども、やっぱこの手のね100均的な袋何でもいいと思いますんで、まあ、1つ入れておった方がいいと思います。中身割とねこの空間余裕があるので、この辺バコンと入れとっても全然いいので、こうした巾着袋を一つ用意しておった方が断然プレイは便利だなというふうに思います。もう一つ、こちらの方ですね、これ結構ね実は選択ルールが結構いっぱいあるゲームなんですね。個人ボードのね表裏とかあったりですね、収穫ボードを変化をするとかですね、追加タイルをね選択できるなんていうのがあったりするので、割と味変要素の強いゲームになっています。なので私が今回ご紹介したやつは一番ベーシックなやつをやりましたので、やってみてあ淡白だなというふうに思えば、この辺のところのですね追加選択ロールをそれぞれ試してみるのがよろしいんじゃないかなと思います。明らかにですね強い人は強いというふうになりそうなゲームですけども、そのねその時々で何のねそのタイルを取れるかっていうのはやっぱりこう分かってきているので、先に取られたらいろいろしますんで、そうしたところで運の要素もうまく入っていて、その強い人が強いっていうところで、ね、うまくコントロールしているようにもありますけども、こうした選択ロールを入れることによってまたね違った楽しみ方ができるので、試してみるのもよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今回はですね、エブローゼンベルグさんの新しいパズルゲームアップルジャックをご紹介いたしました。たけみチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。